福井鉄道140系電車。福井鉄道140系電車。福井鉄道140型電車は、かつて、福井鉄道に在籍していた電車。初代と二代目が存在した。本校では初代及び二代目両方の本形式を、称した車両について述べる。もは140系141.14 14には、元名鉄も700系701.705で、 1927年、昭和2年4月に日本車両製造で申請されたものである。1964年、昭和39年3月に借り入れという形で入線し、同年7月に正式譲渡されている。主要機器については、名鉄時代そのままであるが、入線に際して以下の改造が施行されている。同年11月には、本形式にも装備されている。 名鉄車独特の大型標識等が、旧カーブ区間層工事に、連結相手側に接触し破損することがあったことから二両固定編成化が、施行された。その際、以下の改造を施行している。区派十系百四十一点一四には、元名鉄区二千2 2 0 0 k 2 2 0 1二2 0 2で、瀬戸電気鉄道が九百三十六年、昭和十一年十月に、 日本車両で申請したガソリン動車3 0 0系3 0 1 3 0 2がその前身である。もは1 4 0系1 4 1 1 4 2と同様、1964年昭和39年3月に借り入れという形で入線し、同年7月に正式上とされている。入線に際して以下の改造が施行されている。同年11月。 モハ140と同様の理由で以下の改造を施行している。このほかモハ140と同様に運転台部分の側窓の一段加工窓か、客用扉の自動扉か、車内放送装置の新設が施行された。前述固定編成過後は特に改造を受けることなく、使用されたが、車体の老朽化が進んだことから二代目140型に代替されることとなり、 百四141.14にはハ百141から1.142から1ハ百四141.14にはハ百141から2.142か,から2にそれぞれ名義を譲って原者は1979年、昭和54年に解体処分された。モハ百四十から一系モハ百四十から二型から、なる二両編成で、竹舟もハに制御機を、福井方もハに、 電動発電機及び電動空気圧縮機をそれぞれ搭載する固定編成である。車内は全車セミクロスシート仕様で、客用扉間が転換クロスシート、後部客用扉より連結面までがロングシートで構成されている。本形式の種車は譲渡車、生え抜き車の計3車種からなり、出自の違いから車両形状が各々異なっているほか、 座席定員にも差異が生じている。主要機器は入線に際して全車統一され、制御機は東洋電気製造製、e s 五百十六型電動化無軸式制御機、主電動機はウェスティングハウス社製、w h 五百五十六 j 六型である。主電動機は竹尾型も歯に四機、福井型も歯に二機搭載とした変速前電動車編成とされており、パンタグラフは 竹尾方も刃に一気搭載されている。その他、詳細な改造項目は口実するが、全社共通の改造項目として一下が施行されている。以下、主社ごとに、その詳細を述べる。種社は、長野電鉄より譲り受けた、モハ 300K301.302 で、1941年、昭和16年に、汽車製造で申請されたものである。 1978年、昭和53年に、福井鉄道が譲り受け、翌1979年、昭和54年から1980年、昭和55年にかけて春行した。入線に際して、以下の改造が施行されている。これら改造によって窓配置は、原型の D3D7D3D から、DD10D3.1D、乗務員扉、D、 客用扉と変化したが、種車が元より全面非貫通構造であったこともあり、他グループよりは比較的外観上の原型を保っている。乗務員扉撤去後の側窓は H ゴム固定の小窓とされており、元は両運転台車であった面影が残っている。台車は種車が装備していた、汽車性 KSK-2H4 型釣り合い、両式台車をそのまま使用した。なお、 本グループは、名義上初代も、派 140K141.142 の、更新扱いで巡行している。種車は模派 40K42 で、本形式中唯一の福井鉄道ハイ抜き車両である。前身は1929年、昭和4年に、加藤車両製作所で申請された、サバウラ電気鉄道で、派 10K12 で、合併による、 福井鉄道設立時にもは42と解消、改版され、1953年、昭和28年に、車体申請による更新を施行したものである。改造前は主に炭鉱運用に供され、福竹線及び、サバウラ線で使用されていたが、1981年、昭和56年に後術もは143から2と2両固定編成化を行うため大改造を受け、 もは143から1と解消された。以下に改造項目を記す。これら改造の結果原型は完全に失われ、もは143から2とほぼ同一の外観に変化を遂げたが、車体調の際から窓配置は DD11D3 ともは143から2と比較して、客用扉間の側窓が1枚少ない。その他、前面雨戸形状や幕板寸法。 屋根の深さ等、主車の違いに起因する、携帯上の相違点が存在した。台車は名鉄より譲り受けた日本車両製、D14 型釣り合い両式台車を装備する。なお、本社は、新生名義で登場しており、名義上も、四42は、廃車扱いとされている。種車は名鉄より譲り受けたも900型で、1931年、昭和6年に、 日本車両で申請されたものである。セット線昇圧に伴い余剰となったも901.902907を譲り受け、1979年、昭和54年から1981年、昭和56年にかけて、順次竣工した。本グループも入線に際して、以下の改造が施行されている。これら改造によって窓配置は、原型の d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  から、 DDE12D3、e、となり、外観上限系はほぼ失われたと言っていいほどの変化を遂げた。さらにモハ143から2についてはモハ143から1同様に、全面窓の連続3枚窓か、連結面の切り妻か化も施行されている。台車はモハ141から2.142から2が、名鉄区2300系の廃車発生品である、日本車両製 27MCB 型を、 モハ143から2が、同じく名鉄から譲り受けた日本車両製、D16 バイト型をそれぞれ装備する。なお、本グループのうちモハ141から2.142から2枠ハ1 4 0系1 4 1 1 4 2の更新名義とされ、モハ143から2については、編成相手のモハ143から1、同様申請名義とされている。入選後。 1984年、昭和59年に、列車無線取り付けが、1987年、昭和62年には、竹岡田も、歯の台車の D16 型への乾燥が、1992年、平成4年には、ATS、自動列車停止装置の設置がそれぞれ行されている。その間、車体塗装の新塗装化も行われ、入線から約20年間、 福武線の主力形式として使用された。しかし1990年代後半に至り、経年による老朽化が顕著となってきたことから、600.61例系導入に伴う代替対象となって142編成が1998年、平成10年に、143編成が1999年、平成11年にそれぞれ廃車となった。 141編成はその後も予備者として在籍し、乗務員訓練用途にも使用されていた。2004年10月1日改正ダイヤでは、いずれも平日、土曜日の朝に、竹尾新駅田原町駅新名駅間の普通、及び、竹尾新駅田原町駅間の急行、田原町駅、新名駅竹尾新駅間は、改装の運用で、検査及び、 ビール列車運行時の車両不足を補う形で使われていた。名鉄から譲り受けた低床電車の導入により2006年、平成18年4月1日をもって定期運用から完全に離脱した後、同年10月14.15日に行われた、さよなら運転を最後に廃車となった。除籍後は、西武製、現、北府の車両工場に留置されていたが、2007年、 平成19年6月に解体処分され、姿を消した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。